アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が再現されようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月29日、場所は石川県金沢市営球技場にて、2022北陸学生アメリカンフットボール選手権最終節、福井県立大学ワイルダーズ対金沢大学エバーグリーンの一戦が行われます。試合開始13時キックオフ予定です。まもなく試合を控えまして、両チームサイドラインにおいて共に激を飛ばしております。両チームのご紹介をさせていただきます。現在テント裏に隠れた形になっておりますが、手前側ホームスタンド側に陣取っておりますのが福井県立大学ワイルダーズ。ここ数年常に北陸学生リーグを制覇している強豪チームです。甲子園とボールトーナメントのトーナメントにも再々参加しており、現在北陸のその筆頭代表として活躍している強豪チームです。対しましてバックスタンド側、反対側に本日はホワイトのユニフォームをまとっておりますのが金沢大学エバーグリーン。こちらはその福井県立大学がに取って代わるまで長年の間北陸大学においてその頂点を極めていたチームです。かつて関西学生リーグとの入れ替え戦にも常に出場していた常連校です。かつて名を成した古豪チーム、そして現在のチームの流星にある新興チームによる決勝戦という形になります。事実上北陸学生のその頂点を極めるこの一戦、どのような結末になるか、まもなくその試合が行われます。今シーズンの北陸学生は3校によるリーグ戦として行われました。その両校はともに富山大学との一戦を終えまして、ともに勝利しております。結果としては福井県立大学が富山大学に9対8で勝利、そして金沢大学は27対0という形で勝利しました。スコア成績の面では得点だけでいうと金沢大学優位のような感はありますが、しかしこの数年間常に頂点にありました福井県立大学、ここにおいて逆転の策を練っているかもしれません。金沢大学はこれまでの苦渋の年をこの一戦において晴らすことができるか、あるいはその思いを福井県立大学は打ち砕くか、その試合が間もなく行われます。今フィールドに向かって審判団が中に入ってまいりました。間もなく試合開始前のコイントスが行われます。令和4年10月29日、場所は石川県金沢市営球技場にて、2022北陸学生アメリカンフットボール選手権その最終節にして決勝戦が行われます。対戦カードは福井県立大学ワイダーズ対金沢大学エバーグリーン。手前側に陣取りましたのがカラーのユニフォームネイビーをまとっている福井県立大学ワイダーズ、奥側バックスタンド側に構えましたのが金沢大学エバーグリーンです。これより両チームによる試合前のコイントスが行われます。前半金沢大学レシーブ、福井県立大学キックオフ、金沢大学リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式ゲージで行われます。さあ両チームによるウォークアイハドルが解けまして、まもなく試合開始となります。
県立大学71番金子優真選手のキックにより試合が始まります。試合は福井県立大学のキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーを務めますのは福井県立大学71番の金子、4回生。リターナーは金沢大学2枚入りました。14番と10番がセットしています。失礼しました、14番の選手、もう一人はちょっと番号分かりませんが19番でしょうか、2人セットしております。さあここを低いキックにしました。そして金沢 リターンに入りますが、リターナーは14番菅原拓実選手、低いキックによりリターンする距離を稼ぐことができず自陣25ヤード付近で、しかしボールデッドとなりました。この位置から金沢の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を荒らします。攻撃権は4回で10ヤードを前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは金沢大学自陣26ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には必要な距離は10ヤード。さあまずランプレーを選択しました。ランニングバックに戻して中央へのランプレー託されました。キャリア4番、相手タックルをかわし約4ヤードのゲインとしています。キャリア4番は赤塚2回生です。ボールを持った選手が倒れたところまでが1回の攻撃です。従いまして4ヤード前進し金沢大学2回目の攻撃に入ります。金沢大学セカンドダウン6、攻撃権更新必要距離は6ヤードとなります。オフェンスは1回だけ後ろに投げることができる前パスを敢行しました。これをワイドレシーバー19は見事にキャッチし攻撃権更新です。10ヤードを進んだことにより攻撃は1回目に戻ります。金沢大学ファースター、金沢大学ボールを前に進め自陣43ヤードの視点からファーストダウン10となります。1回目の攻撃に戻ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。持つかランニングバックを投げるかを選択するプレーに出ました。ここはランニングバック4番に投げ渡し、ロングバン左オープン展開、これが決まり約6ヤードのゲイン。キャリア4番は赤塚、2回生です。金沢大学ボールを前に進めまして自陣49ヤードからセカンドダウン4、2回目の攻撃は残り攻撃距離4ヤードという状況になっています。ナイスラン、さらに行きます。金沢大学ナイスラン、ファースター。金沢大学4番、今度はハンドオフを託され中央突破、味方ブロッカーを生かし中央一気に突き進み攻撃権更新としました。金沢大学ファースター再び1回目の攻撃を獲得しました。ランニングバック4番赤塚、見事な走りでチームを牽引しております。金沢大学相手陣40ヤードに入りましてのファーストダウン10、1回目の攻撃の攻撃権更新必要距離は10ヤード、そして得点を上げるエンドゾーンまで40ヤード。
ファーストはサラミが動かされます。何が4番安藤から右オフタックの付近を突破し攻撃権更新です。金沢大学ファーストは何バック赤塚1回のランで攻撃権更新としました。これにより金沢大学相手陣24ヤードの位置に入りました。金沢大学ファーストアンテ、さあ今度はブロッカータイプのランナーに中央に突っ込ませました。ダイブプレー、このランプレー託されましたキャリア24番、タックル浴びながら約6ヤードのゲインとしています。キャリア24番は佐藤4回生。金沢大学相手陣19ヤードの地点からのセカンドダウン4、見事なカットバックを切り攻撃権更新としました。カウンター大学ファスター、カウンター大学相手陣11ヤードの位置に入りましてのファースターアウト。中央のランプレー、キャリアは4番エンドゾーンに届いたでしょうか。いや、わずかに届いておりません。しかし攻撃権更新としています。金沢大学ファースター何枠赤塚、この状況を見事に自らの足で突破し一気にゴール前1ヤードの位置に迫りました。金沢大学ファースターン2ゴール、残り1ヤード。さあ福井県立大止めることができるか。タッチダウン、ランニングバック4番ハンドホープ託され中央だった。相手タックルを来ましたが、しかしそれを弾き飛ばしてエンドゾーンに入ってタッチダウン。金沢大学6点獲得。そしてタッチアウトの後のワンプレー、トライフォーポイントに挑みます。フォーメーションはキックフォーメーション、キッカーは16番が務めます。16番は大立3回生。キック成功、1点追加。金沢大学、金沢大学生まれて福井県立大学0点。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレープラスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点が加点されます。これに自殺点セーフティーを加え、アメリカンフットボールの1回の得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算によって得点が構成され、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた金沢大学のキックオフで再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側がキックオフして試合を再開します。したがいまして失点をした側が次の攻撃権を得る形になります。金沢大学
神奈川大学キックオフキッカーは57番の伊藤2回生。さあこれをチープキック、あえて短いキックにしました。さあそれをどちらが抑えたか、福井県立大学が抑えています。このキックオフのボールはキックの開始地点から10ヤード前進した位置であればどちらが抑えても構いません。金沢大あえて自分たちで取りに行くキックを狙いました。しかしそれはならず福井県立大学の攻撃となります。今度は福井県立大学が反撃に出る形で攻撃に入ります。ボールオンは自陣26ヤードから福井県立大学ファーストダウンテン。ここで福井県立大学は1人だけ動かしていいレシーバー12番にモーションをさせまして、ボールを出して右の君を図ろうとしましたが、しかしこれは金沢大学80番が見事に対応しまして、このランプレー2ヤードロスに変えています。金沢大学80番は秋田3回生です。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代をロスと表現します。これにより福井県立大学はセカンドラウン12の状況になります。2回目の攻撃ですが、攻撃権更新、必要距離は12ヤード、スナップです。なんとか自分たちで抑えていますが、結果的に大きく後退する形になりました。サーダンロング、ラインからバックスにボールを渡すことをエクスチェンジ、スナップと言います。このスナップが見られると全てのプレーが崩壊するため、非常に重要な最初のワンプレーとなります。福井県立大学自陣18ヤードの厳しい状況からサードダウン20の状況に挑みます。更新なるでしょうか。横に振りまして、そこからのキャッチアンドラーがかかりました。託されましたのは89番、しかしこれを金沢大学アジャストしまして攻撃権更新とはなっていません。フォースダウンとなります。選択しましたが、これにより福井県立大学はフォースダウン4回目最後の攻撃となります。攻撃権更新、必要距離は14ヤード、これは突破するでしょうか。フォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかしそのキックにより距離を取り陣地挽回を図ります。パンターは5番の選手が入りました。これを金沢大学14番は抑えたか、キャッチして抑えました。この位置で攻守交代となります。金沢大学の攻撃に再び戻りました。アメリカンフットボールは4回目の攻撃で失敗した時点で攻守交代です。福井県立大学自陣深い位置では危険と判断し、パントにより陣地を回復しました。パンター5番は伊藤1回生でした。さあ今度は攻撃は金沢大学に移ります。金沢大学自陣41ヤードからファーストダウンテン。現在優位にある金沢大、この1回目の攻撃どのような選択とするでしょうか。ファーストダウン、タッチダウン、タッチダウン。ここで関西大学一気にロングパス、クォーターバック8番プレイアクションワンプレイベックからロングパスを投じました。これを取りましたワイドレシーバー14番、一気にエンドゾーンに入り込んでタッチダウン。関西大学6点獲得。素晴らしいパスを投じたクォーターバック8番は江端4回生、取りましたワイドレシーバー14番の菅原も4回生、4回生のコンビがここで素晴らしい仕事を決めました。
そしてこのトライフォーポイントも決まりまして金沢大学14点、福井県立大学0点となりました。序盤ではありますが金沢大学がタッチダウンを2本重ね、優位な形で序盤を滑り出しております。YouTube へのコメントメッセージありがとうございます。 MP 様、ヨヨ様ありがとうございます。ヨヨ様、確かに先ほどの福井県立大学パント素晴らしかったのですが、しかしそれを一気に取り返すロングパスを金沢大学見せました。さあ、その金沢大学のキックオフにより試合再開となります。今度はどのようなキックオフを選択するでしょうか。さあ、今度は奥へ蹴り込みます。そして福井県立大リバースプレー。ここで福井県立大学はあえて一旦リターナーが逆方向へハンドオフで切り返すリバースプレーを展開しました。リターンしましたのは18番の選手ですが、これが構想しまして次元31ヤードからの攻撃と福井県立大学はなります。30ヤード地点よりファースト点、福井県立大学18番は吉川1回生です。さあ、勢い取り戻すことができれば福井県立大学次元32ヤードからのファースト点。パス不成功。福井県立大学はまずパスプレーから入りました。ワイドレシーバー10枚のタイミングパスでしたが、しかしこのパスがコントロールミスし、パス不成功に終わっています。前パス失敗ですとボールは元の地点に戻され、攻撃権一つ失い次の攻撃と変わります。従いまして福井県立大学は自陣32ヤード変わらずの位置ですが、セカンドダウン10、2回目の攻撃となります。パス成功、ファースト。今度はクォーターバックチャン、プレイアクションからエンドレシーバー10番に再びパスを投じました。今度は10番キャッチし、そこからキャッチアンドランして攻撃権更新です。福井県立大学ファースト、まず1回攻撃権更新としました。パスを投じたクォーターバック8番はさあ2回生取りました。エンドレシーバー10番は飯田、4回生のコンビです。さあ、攻撃権更新になりました。福井県立大学自陣45ヤードからのファーストダウン10。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエストが投げられますと反則発生を意味します。この反則はいずれのチームにあったか、まもなくコールされます。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは特定の選手以外は揃ってスタートしなければいけません。この反則により5ヤード抜体となりまして、ファーストダウンやり直しとなります。従いまして福井県立大学はファーストダウン15の状況で試合再開です。ボールオンは自陣40ヤードからのファーストダウン15です。パス成功。クォーターバック8番、ワイドレシーバー18番にパスを通しました。これを金沢大学1番がカバーしましたことにより、ゲインは約2ヤードとなっています。ゲインは約7ヤードにとどまっています。パスを取りましたのは福井県立大学18番の吉川1回生でした。タックルをしましたのは金沢大学1番の田中3回生です。
福井県立大学セカンドダウン8。さあ今度はランプレーです。ランニングバックにトスをしてランニングバック、そこから一気に縦へ上がりました。これが構想し約4ヤードのゲインとしています。素晴らしい判断をしましたのは福井県立大学の12番北川、4回生の選手がここで一仕事をしました。コメントありがとうございます。高福岡様、金沢大学の応援ですね、ありがとうございます。下谷様、いつもメッセージありがとうございます。スナップミスは確かに大きな問題ですが、ここで優位とは言えないかもしれません。しかしパントによって陣地挽回を図ることも非常に重要な要素だと私は思います。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ここで何らかの反則があったようです。高福岡さん、メッセージありがとうございます。金沢大学のライン、パスの精度が非常に上がっているということでした。初戦であります富山大学戦を見ることができなかったのがちょっと残念ではありますが、しかしその素晴らしさを感じられる先ほど見事なパスプレーでした。オフェンス55番。さあここで送りました反則はオフェンスの反則です。フォルススタート。再びスタート、揃ってスタートを切ることができませんでした。5ヤード抜体となりまして、福井県立大学サードダウン9の状況で試合再開となります。さあ勢いに乗るところにここで反則により下がりましたが、突破できるでしょうか福井県立大学。パスは不成功です。福井県立大学パスを試みますが、金沢大学11番本田選手のナイスカットによりパスは不成功。パス不成功により攻撃権1つ失いまして、フォースダウンと変わります。福井県立大学フォーメーション、パントフォーメーションに変えました。このパントは金沢大学人の24ヤード付近でボールデッドとなり、この位置での攻守交代となります。金沢大学自陣25ヤードからファーストダウンテ。さあ金沢大学は3度目の攻撃の機会を得る形になりますが、このシリーズはどのように攻めるでしょうか。ナイスだ。まずフルバックタイプの24番に託しダイブプレーでしたが、24番密集点も突破しまして約5ヤードのゲインとしています。6ヤードのゲインとしています。失礼しました、5ヤードのゲインでした。5ヤードのゲインを果たしています。金沢大学24番のキャリア24番は佐藤。これによりボール音は金沢大学陣30ヤードの地点になります。金沢大セカンドダウン5。クォーターバック8番ショットガンフォーメーションからプレッシャー感じつつ右に上げて、レシーバー14番に冷静にパスを通しました。これにより攻撃権更新となっています。金沢大学ファーストダウン。金沢大学ファーストダウンで、クォーターバック8番は江畑、4回生取りました。ワイドレシーバー14番の菅原も4回生です。時計の方に進みがありましたのでちょっと調整をさせていただきます。
さあ金沢大学自陣38ヤードからファーストアンテン、ナイスラン、ファーストラン。金沢大学ランを選択し、ここで金沢大学はオプションプレーを選択しました。ナイス、何枠へのピッチでキャリアを、その総力託しまして、キャリア4番見事にその期待に応えて攻撃権更新です。金沢大学ファースター、金沢大学50ヤード地点よりファースト点、金沢大学次元49ヤードからファースト点、ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、福井県立大学0点、金沢大学14点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。